はい、サーブレシーブですね。相手にサーブレシーブをポンと強い球を自分側にこんな感じですね。ポンとこう打たれてしまった時にどうしてもこう返せない。まあ返してもここを落としてしまうしかできないと。そういう質問も非常に多かったので、まあ今回ですね、それの返球方法というよりかは、それを返球するための練習方法という形を載せさせていただきたいと思います。まあ私もですね、現役時代、こうスマッシュレシーブも含め、やっぱりサーブレシーブをポンとこう強く打たれたものに対して、要は返球をする。サーブから4球目、3球目、もしくは4球目っていう練習ですね、をしていたんですけども、やはりですね、速い球に対して返球をする。何が必要か、素早く振る。これが必要になります。遅い球であれば、こう遅く振っても間に合うんですけども、球の速度が上がれば上がるだけ、振りが遅くなってしまうと、これ間に合わなくなってしまいますんで、やっぱりこう大きく振るっていう運動よりかは、球の速いものに関しては、コンパクトに振る、こういう運動ですね。が非常に必要になります。ですので、まずはこう連打でっていうよりかは、こう速い球を1球ずつもらう。その中で前で取る。前で取るっていう形で、速い球に対してコンパクトにラケットを振るということと、それに対して、打点ですね。一番多いのが、速い球だとどうしても近いところ。近いところで取ってしまう分、ラケットが前にポンとこう出しきれずに球が伸びない。で、球が伸びないということは必然的にサーブレシーバーのところにしか返せない分叩かれるっていうケースが多いので、まずは構えてる段階のラケットを、まあ、スマッシュレシーブですとこうなりますが、サーブレシーブの時にこうなる方が多いので、できればですね、スマッシュレシーブよりもサーブレシーブの方が至近距離で打たれる分、本来は返球される時間がスマッシュよりは短くなりますので、できれば前にこういう感じですね。確かにスマッシュの方がラケットが近いかもしれないですね。なのでサーブレシーブの場合はこれぐらい前に。で、実際ですね、私この前、ヨネックスオープンっていう世界大会を、見に行ってきたんですけど、そこでやっぱ男子の選手は非常にこう上げるっていう機会が今少なくてですね、どうしてもこうドライブ的な感じでっていう球をやり合うケースが非常に以前と違って多くなっていると。そうなった時にやっぱり強い選手、どこ見てもそうでしたけど、こうなってる選手がいないっていう感じですね。相手の球が速い、触りが速ければ速いだけ、前でカウンターを狙ってますんで、常に返せればいいじゃなくて、常にカウンターでっていうのを狙ってますので、そうなると構えてる姿勢、特にサーブレシーブの場合ですね、こういう風に待っている選手が非常に多かったです。そうすることによって速い球を打たれる、前でカウンターポンっていう、速い球が来てカウンターでっていう選手が非常に多かったと。なのでこう連打でバン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 ってやられてしまうとどうしても間に合わなくなってしまいますが、まずはラケットを前に出す。で、コンパクトに引いて前で取る。前で取るっていうことを意識していただけると、サーブレシーブに対して次の球をカウンターで拾うっていうことは非常に気にしやすくなってくるかと思います。では最後ですね、その前で取るっていう打点を、違いですね、を見るようにしてください。では真横からこう見ていただきたいと思います。で、実際ですね、こう打点が近いとされる方の場合に関しては、こうなっているケースが多くなりますね。こう肘が近い。こう。そうなってしまうと、どうしても球を捉えるポイントが体の近くになってしまう分、ラケットヘッドが止まってしまうケースが多くなります。そうすると必然的に球は浮いてしまいますので、まずは構えている時の手、こちらをしっかりと前に出すっていうことを意識するようにしてください。で、前に出したことによって、ここで引いて振ってた運動がここで行われるようになります。そうすることによって、ラケットヘッドがポンと小さい振りでも前に出しやすくなる分、球の勢い、こう増すようになってきます。前です。その時にくれぐれも大きく引くっていう、速い球に対してラケットが体の近くまで来るぐらい大きく引くっていうことをなくしていただいて、コンパクトにラケットヘッド側を引く。ヘッド側、ヘッド側、ヘッド側を引くっていうことを意識するようにしてみてください。で、最終的にですね、これはやはりこう小さい振りで強い球を打つとなりますと、まあこの腕ですね、肘から手首までの間、こちらの筋力が非常に必要とされます。そうなりますと、まあ、現役の選手に関してはやっぱりこうコンパクトに振るために、こう何キロものダンベルとか、まあ、トレーニングラケットとか、こうスカッシュのラケットとか重いラケットなどでこう連打をすることによって、この上腕、前腕、こちらの方が鍛えられています。ですのでコンパクトに球をこう打つっていうことがこうできてしまうんですけども、やっぱりそれをやるにあたってですね、筋力のない方が小さい振りを連続で行うっていうのは、どうしても腕に負担がきてしまう分、こうテニス肘とか肘が痛い、こう腕が痛い、そういう原因になりますので、まずはですね、こう連打ではなく前で捉える、それがタイミングが遅くても構いませんので、それをやっていただく。もしくは、まあ、スポーツ店などですね、トレーニングラケットっていう、ちょっとこう通常使っているラケットよりも重さの方が倍以上ある重さのラケットなどもありますので、それ実際ですね、こうガッと張って実打、こう実際に打つっていうことも可能になっているラケットがあったりしますんで、そちらの若干重さを持たせるラケットによってこう振る、それによってこうラケットを振るための筋力をつける、それもまあ必要になってくるかと思います。で、ちなみにですね、私は今こんなこうシャシャーな細い腕してますけど、現役の時ですね、こうトレーニングラケットっていう今みたいに画期的なものがなかったので、こうスカッシュパシーンと打ったりするような普通の 200g ぐらいあるスカッシュのラケットでひたすらこうレシーブ練習をしていたっていうことがあります。まあ、そうすることによってここの筋力ですね、ここがつきましたんで、大きく振らなくてもこう小さい振りで返すことが可能になったっていうことがありますので、できればですね、こう前でちっちゃく現役の選手と同じように速い球を返したいっていう場合に関しては、まあ打点を前にするっていうことと、やっぱりより強くっていうふうになってくると、やっぱり若干のですねトレーニング、こう500、1キロダンベルでこういうふうにこう足、手を乗せたとしてもこう上に上げるっていう運動が、ここのバックハンドに必要な筋力のこう強化につながりますので、こちらのトレーニングなどをすることによって、より強い球がよりコンパクトに速く打てるようになりますんで、そこをですねちょっと練習もしくはご自宅で意識をしてやってみてください。